ナット・フリードマン・ナサニエル・ドゥリフ・フリードマンは、1999年に、ミゲル・デイカザと共に、ジミアンを設立したプログラマ、通称はナット。同社は2003年に、ノベルに買収された。1999年から2001年までジミアンの CEO を務めたが、その後、ベンチャーキャピタルからの1500万ドルの増資と共に、デビッド・パトリックが CEO となった。 ジミアンを立ち上げる以前は GNU ローププロジェクトで働きシリコングラフィックスやマイクロソフトでインターンとして働いていた。1999年マサチューセッツ工科大学で計算機科学と数学の学士号を取得した。ノベルではオープンソース分野のチーフテクノロジーストラテジー、オフィサーを務めた。2010年1月年内を旅行で過ごすためノベルを退社する。 2011年5月、ミゲルディカザと共に新会社ザマランを設立し、CEO に就任した。2016年2月、マイクロソフトはザマランの買収を発表した。フリードマンは、マイクロソフトのデベロッパーサービス部門のバイスプレジデントのポジションに就任した。2018年6月、マイクロソフトが GitHub を75億ドルで買収すると発表すると共に、 フリードマンが GitHub の新 CEO に就任することが発表された。俳優、ブラッド・ドゥーリフのおいで、ドイツのミュンヘンに自宅がある。ありがとうございます。